岸和田治虫は南北朝時代の武将。現在の大阪府南部を拠点に南朝方の武将として活躍した。泉国岸和田荘を開発した人物、もしくはその一族とされる。延元元年、兼武3年5月25日、楠木正重ら楠木主の騎士の騎下として港川の戦いに参戦し、神宮寺聖坊や八木法たちらと共に戦った。軍物。 大兵器によれば、楠のノキはこの戦で700機から70機余りにまで兵を減らし、正サ正末兄弟など多くの将兵が自害している。軍器物である、大兵器は誇張表現でも知られるため、統括戦での数字もまたそのまま信用できるわけではないが、いずれにせよ、おさむしは激戦を生き延びた武士であった。以降の経歴は、岸和田軍中将による、 同年6月19日及び30日、武田河原、増堂、六条河原など、京都周辺で戦った。同年8月1日、大東若宮が山門を出て、八幡山で数日間祈祷した際、これに愚部した。同年8月25日、小畑山阿弥陀法で戦った。同年9月1日、足利方の畑山国清と戦ったが、足利方に押され。 八ぎ城に籠城した。七日、天皇寺から、中野陰右昭々と、くすの木一族の橋本忠ししげらが、援軍に来たため、城中から撃って出て、国清を挟み撃ちを行ったため国清は撤退し、そぶら城に籠城した。おさむしらは道場を落とし、国清を敗走させた。延元二年、県務四年一月一日、河地国の中川次郎兵入道府氏が池取りにされると、 おさむが不死を護送した。8日、泉大鳥居城上信号若松荘、玉井彦四郎入道の城、和田荘、岸木村などにある北朝方の敵の居住地を焼き払った。26日、横山を攻め敵の居住地を焼き払った。同年3月2日、河内国古市軍に向かい、丹下三郎入道祭年を野中寺の前で破り、逃げる敵を丹下城まで追撃し、 城を焼き払った。同年3月10日、足利法が、細川兵部将有と、細川立脇先生を対象として攻めてきたため、泉守護大、大塚これの指揮のもと、平石源次郎や八木法たちらと共に、野中寺の東で防戦した。細川勢は撤退したが、おさむしらは、藤井寺にし、岡村北方面まで追撃した。細川勢は軍を二分して、 南朝方を攻撃した。戦いは、通告続き、細川直都氏が戦死するほどの激戦であったが、藤井寺前の王子で南朝方が敗れたため、おさむしらは撤退した。同年8月4日夜、宮里城の合戦で、官備寺の弁望らと共に戦い、国分寺前で武功を挙げた。同年9月26日から27日夜にかけて、大塚これまさ。 情景や次郎としやすのもと、宮里城の工場戦に参加した。同年10月13日、大塚まさのもと、甘備寺に攻めてきた足利方と交戦した。15日には、大塚まさ八木方たちと共に、足利方を追い返した。19日にも戦いがあった。兄弟なのか子なのかは不明だが、岸和田定地と岸和田海地という岸和田氏の同族も、 上記の戦闘の一部に参戦しており、それぞれの軍中上も現存している。1337年の後のおさむしの活動については定かではない。大米7年9月に足利義満が岸和田荘の半分を岩清水、八田宮へ寄進していることから、この時までに岸和田氏によって岸和田荘が開拓され、かつ1400年には、 室町幕府の支配下となっていたと考えられる。岸和田市の名所後、風草はかつて、岸和田と楠木正成の係り割を検証して南木草と言われていた。ただし、時代的には、おさむしではなく、和田光家を念頭にしていたと思われる。以上のように、南朝に一定の武功があった武将であることが一時資料から確実であり、 現在の大阪府の地域史に大きな影響を与えた可能性がある人物にも、かかわらず、軍機物、太平記には一切登場しない。岸和田という地名の由来、語源についてすら、楠木正成の甥いの和田光家が元であるとする説が、江戸時代以降に流布しており、いわば手柄を取られてしまっている状態である。山中五郎らの研究調査の結果、和田光家説は日沖縄の創作物、 太平気評判非伝理人賞に橋を発し、石橋直行の千州市成立の知事がそれを採用したことから、広まった語伝である、と考えられている。ありがとうございます。